小型県、小型県、小型県、1937年、昭和12年7月20日から2008年、平成20年10月5日は、日本の俳優。本名は、小型明信。東京府東京市牛込区、現、東京都新宿区出身、千葉県千葉市育ち。血液型は B 型、体重 70kg、趣味は、絵手紙、水墨画。長男は、 尾形勘太、次男は尾形直人で共に俳優。義理の娘、直人の妻に、女優の仙道厚子、孫に尾形厚子、直人の息子がいる。1937年7月20日、東京府東京市牛米区、現在の東京都新宿区で生まれる。太平洋戦争中、空襲で牛米の家が焼かれたため、小学校2年生の時に、千葉県千葉市上戸町、現、 中央区の堀戸に一家で開けしたという、中学まで千葉で過ごし、その後東京へ戻った。1957年、東京都立竹早高等学校を卒業後、憧れていた、新国劇の二大看板俳優の一人、辰美隆太郎の弟子になるべく、1958年新国劇に入団、辰美の月人となる。1960年、 新国劇のもう一人の看板俳優、島田翔吾に見出され、遠い一つの道で、主人公のボクサー役に抜擢された。作品は映画化され、映画デビューも果たす。1965年、大河ドラマ、大河期の主役に抜擢され、新国劇の活動も兼務して一年活動した。引き続き1966年の大河ドラマ、源義経》に、弁慶役で出演し、 二年続けて大河に出演する、ケウナ活動をし、その後も数々の大河ドラマに出演し、常連俳優の一人として活躍した。同年、新国劇所属の女優、高倉天皇と結婚。1968年、新国劇を退団。映画、テレビドラマに、活躍の場を移した。テレビドラマ、必殺仕掛け人シリーズの藤枝梅安を演じ、映画化もされ、 必殺必中仕事や家業にも出演した。1978年、鬼畜に主演し、数々の男優賞を受賞する。その後も1979年に復讐する我々にあり、1983年に奈良山節公に主演した。合間に出演した1981年の映画、魔界天章では、宮本武蔵に奮して、野牛十兵衛。 千葉新一と激闘を演じ、新国劇で培った盾を披露している。1999年、池畑俊作監督の、厚物で、フランスベノで映画祭グランプリを受ける。2000年、四樹法省受賞。同年に、山崎努も受賞している。2008年10月4日、自宅で体調が急変。独協医大病院に運ばれ肝臓破裂の、 緊急手術を受けるも、翌10月5日午後11時53分、肝癌により死去した。尾形の最後は、家族と長年の友人であった、菅和正彦が見取った。葬儀、告別式は10月7日に、新宿区の第日本四宿会本堂で営まれた。改名は、アマテラス院普変美見孤児。最後の出演作は、ドラマ、風のガーデン。 フジテレビ系列テレビドラマとなり、死去5日前の9月30日には、作品の制作発表にも出席していた。また、最後の出演 CM となった、エプソン、カラリオシリーズの放映が10月1日から開始されたが、死去に伴い休止された。その後、エプソン h p にて、期間限定公開された。後日、劇場映画で遺作となったのは、 妖怪総大将ぬらりひょんを演じた2008年7月公開のゲゲゲの鬼太郎千年のロイ歌である。息子の尾形勘太、直と兄弟が葬儀の後プレスインタビューに答え、尾形は2000年頃から慢性肝炎を患い、肝硬変を経て2003年から2004年の頃に肝がに至り、適切な内科的手術を受け投薬治療や食事療法を受けながら病を隠して、 俳優活動を続けていたこと、また2007年ぐれには、腰痛や迫骨折の大けがを負っていたことなどが、明かされた。2008年10月5日、死去、71歳暴打つ、死後の10月31日、日本政府は、長年の演劇界への貢献を、沢俊、尾小に、朝日賞受賞を授与することを、閣議決定した。芸名の小形健は、 劇作家、北条秀治の夫人によって付けられたもので、もともとは、小型拳という読みであった。芸名の候補として、小型虎像、小形手のひら、小型握り拳などの案が上がったという。お前の特徴は何だと聞かれて、とっさに、うーん、手かなと答えたことから手に関連する、あらゆる単語が、現実的でないものも含めて連想的に上がったという。 最終的に、小形拳と決めたが、周囲の誰からも、拳と呼ばれず、ケンさん、ケンさんと呼ばれ続けたために、に反してそちらが、定着してしまったという逸話が、テレビ版、トリビアの泉で明かされた、2006年3月1日、放送。バラエティ番組への出演は断り続けてきた、小形だったが、同番組のファンだということで、トリビアの泉だったらいいよと快諾したと、 このエピソードは、徹子の部屋にゲスト出演した際も話している。この時、自分の中では剣ではなく、今も、小型拳なんですと語っていた。SF やミステリー、漫画に造形が深く、TV ドラマ、迷宮家刑事お宮さんは、彼の発案企画。時代劇や重厚なリアリズム映画の多い、映画出演歴に、時折、噛みつきたい、大誘拐のような異色作混ざるのは、 そうした本人の趣味とも関係している。ドラキュラの復活隊、ぬらりひょんという東西を代表する妖怪に映画で噴している。ラジオドラマで近代地光介を演じたこともある。前日の噛みつき隊公開前後の1991年にはトンネルズの皆さんのおかげですにゲスト出演しており、噛みつき隊をもとにしたコント劇に出るほか、エンディングで トマトジュースをトンネルズと三人で飲む際に、石橋貴明が、当時尾形が出演していたキリンビールの CM 曲を口ずさんだところ、尾形は、それやめてと言っていた。1980年代半ばより、ポール・シュレーダー監督作の、など、外国映画への出演も増えたが、勝慎太郎が、道腐しちゃダメだよと忠告。その際、本人は、メインストリームより、 田んぼのあぜ道って楽しいと語っている。その後、活動を日本映画に戻した。さらに、演劇以外でも多彩なことで知られ、書家としても活動していた。1991年には、初古典を開催し、聖火鍛錬という本も出版して、話題を呼んだ。書は、熊谷森和や中川和正など、画家の書に影響を受けた、と発言している。 2007年8月に発売された竹内マリアのシングルチャンスの前髪人生の扉の大事は竹内のリクエストで尾形が手掛けている。尾形は自分は舞台役者と語っており、新国劇を離れた後も島田翔吾と辰巳隆太郎という二人の師匠に対する思いは終生変わらなかった。辰巳隆太郎の当たり役で知られた擬曲王将で、 坂田三吉を演じたときは、辰巳先生に見てもらいたいという思いで取り組んだ。また、島田翔吾が新国劇の回祖である、沢田翔二郎から受け継ぎ、取り組んでいた一人芝居、白や白野を、島田の三回喫煙前工業として尾形自らが受け継ぎ、2006年にシアター国運で演じた。30代までは、テレビドラマを中心に名を高め、40代に入ってから、 映画主演の仕事に大きくシフトした。若い頃に主演作がほとんどないという、比較的珍しいタイプの映画スターである。晩年までテレビの仕事にも愛着を持って二時間ドラマなども、こまめに主演し、親しかった、勝慎太郎から、テレビなんてくだらない仕事はやめろと迫られたこともある。堅物で気真面目な性格であった。ある時、親友の津川雅彦から若い女性との合コンに、 誘われた際、参加するかしないかを真剣に悩み迷った末に、正彦、俺やっぱりどうしても行くことができないと思い詰めたような声で断りの連絡をしたという。それを聞いた津川からは、お前がそのことで悩んだのは大きな進歩だと言われるほどだった。映画の話をするのが大好きで、泉谷茂と共演した際、撮影の合間に盛り上がっていた。泉の撮影が先に終わり、 翌日も撮影で会うから、と思って帰ったところ、終わったらお前と話の続きをするつもりだったんだ。と、子供のように電話口で怒ったという。競馬にも造形があり、2000年に JRA の CM キャラクターに就任した時のインタビューで、小形はかつて、福永洋一とものみ仲間だったと10回している。毎年のように、作家、池波翔太郎に、 風呂の手桶を送っており、池波は著書の中で、小形剣が風呂の手桶を送ってくれるんだよね。毎年、僕のところに、あれも考えるんだね、かっこ笑い。中略、風呂の手桶って、年中使っているものだから、一年ぐらい経つと、タガが外れたり、腐ってきたり、変になってくるわけだ。それで、小形も風呂桶がいいと思うんでしょう、と述べている。また、戦術のトリビアの泉で、 ドラえもんの大ファンであることを明かしており、ドラえもんの形や色が好きだという。ドラえもんファン向けの専門誌、僕、ドラえもん12号でインタビューにも答えている。きっかけは映画を見に行った際に上映まで時間があったため、街をぶらぶらしていた時にゲームセンターにあった UFO キャッチャーにドラえものぬいぐるみがあり、可愛かったので試しにやってみると、 意外と簡単に撮れたことからドラえもんが好きになった。しかし、ドラえもんの他に伸びただけ知っており、それ以外のキャラクターは知らず、ドラミを、ドラえもんのお母さんと勘違いしており、可愛いとは思わず、渡されたドラミのぬいぐるみを床に放り捨てていた。現在、小形県の公式サイトは存在しない。増命時には、以下のページが存在した。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。